はい、本日はですね、こちらユニクロのダウンジャケットとカナダグースのダウンジャケットを比較していきたいなというふうに思います。でですね、さっきこのユニクロのダウンジャケットを購入してきたんですけども、これパッて見てもらったら分かる通りめちゃくちゃクリソツなんですよね。ではとうとうユニクロさんやっちゃいましたねと、これもう完全にこれもいっちゃってますよねっていう感じだと思うんですけど、まあ、これパッて見てもらったら確かに似てるのは似てるんですけども、値段が全然似てないんですよね。まあ、サムネで見てもらったら分かると思うんですけど、これ前のが15,000円、ユニクロ15,000円で、カナダグースが13万か14万ぐらいってことで、大体10倍ぐらいの値段差があって、見た目一緒やのに値段そんなちゃうのっていうことで、値段10倍もちゃうかったら、それあったかさ10倍ぐらい違うんちゃうかっていうことになってくると思うんですけど、まあそれは僕以前から言ってるみたいに、それは違うんですよね。まあ、分かりやすく言うと、車で、例えば軽自動車、100万円の軽自動車と、まあ10倍の1000万円のベンツのゲレンデって、10倍速く走れる、10倍速く目的地に着くかっていうのはそんなことないじゃないですか。だからより乗り心地が良かったりとか、あとまあ空間が広かったりとか、あと安全性が高かったりすると思うんですけど、まあそんな感じで洋服も10倍値段が違うかったら10倍あったかいんかっていうわけじゃなくて、10倍まあ機能がついてたりとか、まあ10倍もあるかな、ちょっとまあ微妙なところなんですけど、まあそういうところの違いっていうのを比較今回していきたいなというふうに思いますので、まあ本日の流れとしてはですね、まずこの両方のダウンの質、どれがどっちがあったかいのを使っててどういう違いがあるんかとか、あとその時には生地感の違いっていうのを、実はこれ生地の使ってる素材は一緒なんですよね、やけど若干違いが出てる、もうなんでそんな違いが出てんのっていう、まあ違いを話していたりだとか、あとまあ撥水、水を弾いたりする機能が両方ともついたりするので、それのお話をしていって、でそれの次には最後は細かい部分ですね、裏生地とかあとファーの違いとか、まあそんな話をしていって、で最後おすすめの人、こっちのユニクロの方は多分こういう方におすすめで、カナダグースはこういう方におすすめですよっていう話して、まあ最後は僕の最後見解を言ってお話を終わりにしたいなというふうに思いますので、まず最初はダウンの違いからお話していきたいなと思います。でまあこれはですね、パッて見てもらったら分かると思うんですけど、ダウンはですね、これいちいち切って中見たりとかしてるわけじゃないので、実際触った感じっていうのではないんですけど、こうメーカー表記っていうのがそれぞれあるんですよね。例えばこのカナダグースとかであれば、これカナダのダウンを使用してますっていう風に明記してあったりするので、あ、これカナダのダウン使ってるんだねっていうのが分かったりしますし、このユニクロの方に関してはよくですね、これタグとか出たらユニクロのダウンジャケット僕何着か持ってるんですけど、625フィルパワーを使ってますみたいな感じでタグがあるんですね。624かな、なんか忘れたけど、まあそういうのがあるんですよね。で、あ、それぐらいいいダウン使ってんねやっていう感じだと思うんですけど、このタグに関してはそういうのがないんですよ。ってことはですよ、まあ、単純にいつも使ってるダウンジャケットよりかはちょっと低いんだろうなっていうのが想像できるというか、むしろ逆に高かったら絶対こんなん書くじゃないですか。もううち以前使ってるのよりもめちゃくちゃ安く使ってますって言うと思うんですけど、まあ、それを書いてないということは、まあ、いつも使ってるのよりはちょっと落ちるんだろうなっていうのがまあ大体想像できたりはするので、そういうところで言うとダウンの使ってる質っていうのがやっぱりちょっといつもよりユニクロはちょっと落ちてるし、まあ、元々のレベルでカナダグースがちょっと上やのに、まあ、さらにいつもより落ちてるってなると、まあ、ダウンの質は明らかに違うんじゃないかなというふうに、まあ、僕個人的には思ってるんですけど、まあ、そこがダウンの質の違いかなと思うんですが、じゃあダウンの質の違いって何なのっていうと、やっぱり保温力もしくは軽さになってくるんですよね。で、まあ、もともとダウンってこう水鳥のこの胸毛みたいな腹毛というんかな、なんかまあそこの毛じゃないですか。だから、まあ、腹毛って人によって違うって、人間も違うじゃないですか。僕はあんま腹毛生えてないんですけど、まあ、腹毛生えてる人は生えてるし、生えてない人は生えてないしっていう感じだと思うので、まあ、水鳥も一緒で、めちゃくちゃここはふっさふさのやつもいてれば、ふっさふさじゃないやつもいてるじゃないですか。って考えた時に、ふっさふさのやつの方がやっぱり軽くてあったかいし、なんかもうちっちゃい小僧みたいなのしかないやつとかやったらやっぱり重くなっちゃうしってなるので、その質があるんですよね。でそれのいいやつを使えば使うだけ、要は体が大きい鳥とかの方がやっぱりいい綿があったりするじゃないですか。ほんならそのいい綿を使ってれば使ってる分だけ、それがダウンジャケットに反映された時に軽くてあったかいよねっていうことになってくるし、逆にそれがちっちゃい小僧のをいっぱい集めて入れちゃうと、どうしてもちょっと重くなってきたりとか、軽さが出にくいよねっていう風になってくるんですよね。まあそれが今回ユニクロの方はそういうとこも考慮されて、おそらくダウンとこの中に人工のダウンも入れられてるんですよ。まあ要は中綿ってやつなんですけど、だからこの天然のダウンと人工のダウンを入れてる理由としては、おそらく天然のダウンだけやったらちょっと重くなっちゃうので、まああえて人工のダウンを入れることによって軽さを出したいなという風に思うんですけど、やっぱりダウンの質的に考えたら圧倒的に天然の方があったかいので、まあこの辺はカナダグースにまあ軍配が上がるんじゃないかなと思います。まあ値段がね10倍違うから仕方ないっちゃ
仕方ないんですけど、まあ、それでもすごいとは思うんですが、まあ、そういった違いがまずあるよということになってて、でその次にはですね生地の違いですよね。で生地がこれ全く同じ生地使ってるって最初言ったんですけど、全く同じ生地使ってるんだったらユニクロの圧勝っしょと思うと思うんですけど、まあ、これはそうでもなくてですね、まあ、同じようにポリエステル 100% っていう生地を使ってるんですね。ポリエステル100か、まあ、パッとイメージわからんけど、なんかまあよく聞くよねっていう感じだと思うんですけど、僕が今この着てるパーカーがポリエステル100なんですよ、おそらく。そうやったよな。そうでしたね、ポリエステル100でしたということになっているので、まあ、こんな感じなんですよね。パーカーの生地って言われたら、そんなにゴツゴツしてる感じではないねんなっていうことやと思うんですけど、これ全然違うんですよ。触った感じがこの前のユニクロの方が柔らかい感じ、まあほんまパーカーに似てるんですよね。でこっちのカナダグースの方は同じ生地やのにちょっと硬いんですよ、ガシガシしてる感じで。どんな感じって分かりやすく言うと、例えばこういったカバンとかに近いような感じで、カバンってそんなふにゃふにゃしてないじゃないですか、結構ガシガシしてると思うんですけど、まあ、そういった感じのこう硬い感じのイメージっていうのがカナダグースに近いんですよね。ほんならなんでそんな違いが同じ生地なのにできてんのっていうと、このカナダグースの方に関してはそのあえて強度をつける加工っていうのを上からしてあるんですよ。だから同じ生地やけども強度をつける加工っていうのをしてあるので、例えば多少、その辺で擦りましたとか、多少、ベロベロに乗って地面で寝てましたって言っても破れへんし、鬼ごっこしてて雨に引っかかっても破れたりしづらいっていうような加工をしてる、まあ、これがカナダグース特有の、加工になってるんですけど、まあ、そういった加工が行われているので、まあ、その辺がユニクロと違う。だからユニクロの方はやっぱ柔らかくてこのパーカーにちょっと近い感じなんで、それはやっぱね地べたで寝転んで寝てたりしたらやっぱり擦れたりとかするやろうし、その金網に引っかかったりしたら破れたりするやろうしっていうのが想像できちゃうような感じの生地感の違いっていうのがあるんですよね。なので同じポリエステル 100% でもちょっと加工の仕方によって強度が変わってくるという感じになってます。まあ、カナダグースの方もねいずれ加工っていうのは取れるので、まあまあ最初だけって言われたら最初だけな感じはするんですけど、数年間は持つけど、まあもう5年ぐらい経ったらあんま変わらなくなってくるとは思うんですが、そういった違いがあって、でその次は撥水ですね。水を弾く加工っていうのが両方とも行われてて、でこれに関しては加工なので両方とも綺麗に取れるんですよ。正直これに関してはもう最初に言うと、もうドローなんですよね。勝ってまなしはめちゃくちゃ水弾いてくれる。例えば雨とか外行ってて雨いきなり降ったっていうのはちゃんと弾いてくれてるなってなるし、雪降ってきたちゃんと弾いてくれてるなってなるけど、なんか次のシーズン着ようと思ったらめちゃくちゃベチョーってなってくるやんってなってくると思うんですけど、まあそれはユニクロの方もカナダグースの方もまあまあそんなに変わらへんというか、多少ねその撥水の強度っていうのはあったりするんですけど、まあそれに関してはもうどうせどっちも取れるもんなんで、まあ取れたら仕方ないということになっているので、まああくまで加工なんで、例えばそういうのやったら加工はつけたりとかもできるので、こういった撥水の加工剤があるんですよね。でこういうのって、まあ、強力撥水剤って書いてあるんですけど、これはちゃんと認定されているというか、まあ、結構有名なニクワックスっていう撥水剤になってるんですけど、こういうのをですねしっかりピュッピュッってかけてあげるんですよね。ほんなら、まあ、これちょっとボンド臭がするので、まあ、そういった場合は陰干ししといて匂いを飛ばしてあげればもう全然問題ないんですけど、まあ、これ白いちょっと液がね変な液がついてるので、これちょっと取っとかなあかんなということで、これピュッピュッと取っておくんですね。でこれ取っといた状態で陰干ししといてあげるとしっかり撥水の加工がつくので、まあ、例えば来年着ようと思った時には撥水なくなってるやんと思ったら同じような感じでかけてあげて、陰干ししてあげれば別にユニクロの方もカナダグースの方もしっかり撥水の加工がついた状態で着れるということになっているので、まあ、撥水の加工なんでね、これはいずれ取れるということは両方ともに言えることであるということになっております。でまあ次はですね細かい部分見ていきたいなと思うんですけど、まずどこ見ていこうかなと思うんですが、まずボタンで見ていきましょうか。ユニクロの方のボタンとカナダグースの方のボタンっていうのはほぼほぼ似てるんですよね。でまあこれは何っていうと、パラシュートボタンというボタンを、このカナダグースの方は採用しててですね、まあ、これは至って丈夫なので、ちょっとこう使い古してきたらどうしてもボタンって外れたりとかしやすいじゃないですか。だけどこのカナダグースの方に関してはこのパラシュートでも採用してるボタンになってるので、パラシュートのボタンって外れたらやばいじゃないですか。だからこれも、同じように外れないような強度のあるボタンを使用されてるということになってて、でこのユニクロの方に関してもパラシュートボタンが採用されているので、この辺はもうほぼほぼ同じですよね。ちゃんと強度のあるように設計されているというか、むしろこれはもう似させたんかなというような印象はあるということになってて、次はポケットの中に行きたいんですけど、ポケットがですねこの両脇のところにあって、でその次に、胸のところにユニクロは2箇所があって、カナダグースは1箇所あるんですけども、唯一カナダグースの方だけこの胸の部分がジップを採用しているということで、例えば落としたらあかんもんとか、あとはちょっと水とか濡れたらあかんもんなんかはこの胸のところにピュッて入れといてあげれば多分濡れる心配はあまりないんかなと思うんですが、ユニクロの方に関してはですねこれはジップを採用してなくてスナップボタンなんですね。だからポチポチってつけるタイプになっているので、
ちょっと隙間から水が入ってきたりする可能性はありますし、さらにこのスナップボタンが開いてれば物が落ちたりする可能性はあるとは思いますので、あのユニクロの方に関しては、ジップは採用されてないということになっておりますが、まあ、あのポケットの中身に関しては結構似てるんですよね。あのカナダグースの方はフリースが使われてて、ユニクロの方も全く同じでフリースが使われてるんですが、このフリースの感覚っていうのも触ってたらもうほぼほぼ一緒、これめっちゃ似てるやんみたいな感じのような生地感が採用されてあるので、まあ、この辺に関しては、ほぼほぼ一緒かなというふうには思います。まあ、なので、パッと見た感じで言えばもうボタンも一緒やし、中のポケットのフリースも一緒やから、まあ、唯一ジップが一箇所あるかないかぐらいの違いで、そんなに大きくは違わんかなと思いますし、あと裏側見ていきましょうか。裏側もですね、そんなに違いってないんですよね。そやからまあここはあんま喋ることがないということで、次は、開けた裏生地の方を見ていきましょうか。ジャケットのですね、ジップを前をバーッと開けていってあげて、ピュッて開閉してあげると、ユニクロの方の生地とカナダグースの生地って両方ともナイロンみたいな感じの生地を使っている、ナイロンみたいなっていうかナイロンの生地を使ってあるんですけども、これがやっぱユニクロの方が若干テカテカしてる感じの安っぽいカッパみたいな感じの生地感が使われてて、対してカナダグースの方がやっぱ値段が高い分だけ、これがちょっとマットな生地感を使われてるっていうところも、まあ、違いではあるんですけど、まあ、この裏生地に関しては別にそんなにあの対して気にしないよっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、やっぱりこの裏生地がどういう生地を使うかによってダウンの抜けとかが変わってきたりするので、あんまりでもこう安いあの裏生地とか薄いや裏生地を使っちゃうと、どうしてもこうダウンが抜けやすかったりとかする原因にはなったりするので、まあ、これが絶対的にユニクロの方が抜けるっていうことではないんですけど、ちょっと抜けやすい要因にはなるんじゃないかなっていうのが違いになってて、で最後はファーを見ていきたいなというふうには思うんですが、ユニクロの方もねファーがついてて、カナダグースの方にもファーがついてて、実はこれ両方とも取り外しができるような感じになってるんですよ。で同じようなタイプでジップで取り外しができるので、ジップを一回外していきますね。はい、とまあこんな感じで取れて、こっちの方がユニクロの方で、暗めの方ですねが、人工のファーを使ってるタイプがユニクロの方で、対してカナダグースの方はリアルファーといって本物の動物の毛を使ってるということになっているので、パッと見は同じように見えると思うんですけど、実は違うんですよね。まあ、分かりやすく言うと、ユニクロの方はこれ人工の毛っていうことなんで、まあ、カツラみたいなもんなんで、一回こうペターンとなっちゃうとこう起き上がってこないんですよね、毛が。だからちょっと寝ちゃうような感じになっちゃって、まあ、見る人が見れば一瞬で分かるんですけど、あ、人工のファーやなっていうのが分かったり、逆にこっちのリアルファーの方に関してはコヨーテっていう動物なんで、日本でいうとこのオオカミのちょっとちっちゃい版みたいな感じの、まあほぼオオカミみたいな感じなんですけど、それの毛を使ってるということになっておりますので、めちゃくちゃこう立体感があって、動かすとふわふわ動くんですよね。でこれに関しては長年使っててもちょっとこうペタンとなってきたら、あのクリーニング出してあげるとこんだけふわふわに戻ったりはするので、まあこの辺はリアルファーならではというか、やっぱ暖かさもこっちの方が暖かいので、まあこれあのリアルファーの使い方はですね、ちょっと話それるんですけど、僕以前カナダグースのレビュー動画でも言ったんですが、こうやってファーを取ってあげて、女の子のところにピュッて首元巻いてあげるだけで、女の子がふわっとなってこうときめいてくれたりとかしますし、まあ、大体女の子ってこういうふわふわしてるもん好きじゃないですか。だから素敵ってなると思うんですけど、まあ、そういった使い方もできるということにはなってるんですが、どうしてもこのユニクロの方はですね、ちょっとペタッとなっちゃうので、こう女の子の巻いてあげるときに、あれなんかペタってないってなってる可能性があるということになっておりまして、まあ、もしかしたら女の子の中でも、あ、ちゃんと環境、動物のことを大事にしてくれてる人なんやなって思ってくれる人は、もしかしたらユニクロの方、まあ要はどっちかって言ったら性格大事派女子ですよね、は、ユニクロのこの人工のファーをやることの方がポイントが上がるかもしれないんですけど、まあやっぱ見た目重視しようみたいな感じの、ちょっとまあかっこいいのが好き、見た目から入る女子なんかはこういうリアルファーを使ってあげた方が、あの女子受けがするんじゃないかなという独断と偏見の見解でございますということになっておりますね。あのちょっと話はちょっと変わるんですけど、ダウンの抜けとかっていうのを最初さっきちらっと話したんですけど、まあ、ダウンの抜けに関してはこれもう両方ともね、絶対あると思うんですよ。っていうのもダウンジャケットってこうどうしても縫ってるじゃないですか。あの針が通ってる状態で糸が通ってると思うので、針が通ってる状態で糸が通ってるでよく分からないけど、まあ、あの穴が開いてるじゃないですか。ってなってくると、もうどうしても絶対そこからダウンが抜けたりとかする可能性っていうのはあるので、まあ、これに関してはユニクロのダウンジャケットやからとか、カナダグースのダウンジャケットやからっていうのはなくて、ほんまに100万円のダウンジャケットであろうが1000円のダウンジャケットであろうが、ダウンの抜けっていうのは起こるということになっておりますので、まあ、それが嫌な方っていうのは、あのシームレスって言って、要は圧着してる、針を通しないような、穴を開けてないようなダウンジャケットを購入すればダウンの抜けっていうのは起こらないんですけども、どうしても普通にこういう生地に穴が開いてるタイプっていうのは、あの、まあ、どうしてもダウンが抜けるっていうことなんで、まあ、これは値段はあんま関係ないということは、先にお伝えしておきたいなというふうに思いますので、それをお伝えした後におすすめの人というところに行きたいなというふうに思うんですけども、おすすめの人はですね、まずユニクロの方から行きたいなと思うんですけど、じゃあこのユニクロの方はどういった方がおすすめなんっていうと、まあ、とりあえず着れればそれでいいっていう方はもうユニクロでも全然問題ないと思うんですよね。っていうのもなんでかっていうと、普通に使ってて、まあ、例えば雨降ってきました
さってなってもこれで対応できる。で寒いから手ポケットに突っ込もうと思って突っ込んだらしっかりあったかいフリースがあると。でさらには手袋なんか手袋つけた状態でもこのボタンが外しやすいように設計されてるっていうことで、もう普通に着る分には何の不満も出えへんようなダウンジャケットっていうのがこのユニクロの方になってくるかなというふうに思いますので、分かりやすく車でいうとこの、軽自動車みたいな感じで乗れればそれでいいっていう方なんかはもうこのユニクロがもうぴったりやなというふうには思うんですけど、対してこのカナダグースがじゃあどの方におすすめなんかっていうと、やっぱり着れればいいよりもう一個ワンランク伸ばしたい、なんか車でいうとこの乗れればいいじゃなくてやっぱ乗り心地も大事っしょとか、あと事故した時にへこまへんの大事っしょとか、あとは荷物いっぱい運びたいっしょみたいな感じで、その普通に乗るプラスアルファみたいな感じで普通に着るプラスアルファを求めはる方なんかにはやっぱりカナダグースの方がいいんじゃないかなというふうに思いまして、そもそもダウンの質がいいっていう話はしたので、暖かさとか軽さっていうのがあるので、やっぱり寒い思いしたくないとか、やっぱり極寒地に住んではる方なんかにはもう使えると思いますし、あとそれ以外にやったらやっぱり修理とかも対応できるんですよね。だからちょっとここ生地擦れてんなとか、あとダウンが裏側穴開いて抜けてきてんなっていう時なんかはもう修理出せばしっかり対応して帰ってくるっていうことになるので、修理は普通にカナダグースを取り扱ってるお店やったらどこ行っても持っていけばそのお店からカナダグースに、送ってくれるっていうことになってるので、わざわざカナダグースのお店探しに行かんでも近くのセレクトショップとかでも購入したところでカナダグース持っていけば修理をしてくれるということになってるんですが、ユニクロに関してはそういう修理対応とかっていうのがおそらく多分ないんちゃうかなというふうに思いますので、長く着たいとかあったかいものが着たいっていう方なんかにはもうこれはカナダグースでしょということになっておりますので、値段がね10倍も違うので、迷うところではあるとは思うんですけども、そういったところがおすすめになってくるんかなと思うんですが、僕個人的な見解とすれば、正直この1万5000円のユニクロってもちろんコスパはすごいと思うんですけども、同じ1万5000円出すんやったらユニクロのシームレスダウンっていうのがあるんですよね。これ以前水沢ダウンと比較したんですけど、このユニクロのシームレスダウンも1万5000円ぐらいだったんですけど、こっちの方が圧倒的にクオリティは高いんですよ。だからデザインの好きとか嫌いとかっていうのはあると思うんで、それは人によって違うと思うんですけど、クオリティがじゃあ高いのはって言われたら圧倒的にこっちの方がクオリティが高いので、同じ1万5、6000円出すんやったら僕はこっちの方がいいんちゃうかなという、どっちの方がいいっていうのに答えにはなってないんですけど、より同じ価格で良質なものを求めるっていう方はシームレスダウンの方がいいんちゃうかなっていうのは個人的には思いますということになっておりますので、そういったところで見てもらったらいいかなと思いますので、長く自分は着たいんかとか、いや、やっぱりワンシーズンとかでどんどん買い替えていきたいっていうんやったら絶対ユニクロの方やし、やっぱり長く修理してでも着ていきたいっていう方なんかはもうカナダグースやなというふうに思うので、そういったところで人によって違うと思うんですけど、やってもらったらいいかなというふうに思います。先も言ったみたいに他のユニクロのダウンジャケットと比較してるやつとかもあったりするので、それは動画説明欄に貼っときますので、そこから見ていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、ユニクロのダウンジャケットとカナダグースを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out.